日本の農商務官僚、大阪毎日新聞社会長、東京出身。東京中学校、第一高等学校を経て、1898年7月、東京帝国大学法科大学政治学科卒業、同月内務属、同年12月文官高等試験合格、同月法制局参事官。1901年11月農商務省参事官となり、以降、 久保田聖太郎公務課長の下で同省の工業行政に関わった。工場法制定のため農務省商工局内の臨時工場調査係によって実施された各地の工場労働者の実態調査の中心となり、1910年6月には久保田の後を継いで公務局長に就任、翌1911年3月の工場法制定に尽力し、同年その制定過程をまとめた。 工場法論を刊行した。1912年12月商務局長兼、公務局長、1913年6月商工局長、1917年1月兼、臨時産業調査局第3部長兼第4部長、1918年4月、法学博士、同年10月遺願面本館。辞職は、同年の米騒動紛糾の隕石であったとされる。 辞任後の1919 19年10月に第1回国際労働会議がワシントンで開催されると政府代表の一人として派遣された。大阪毎日新聞社の本山彦一社長に壊れて1922年10月同社入社、1928年6月東京日日新聞社主管、1929年4月大阪毎日新聞社副社長、 1932年12月の本山社長の没後に大阪毎日新聞社会長となった木戸元助会長を追放する社内クーデター、木戸事件の後大阪毎日新聞社会長。1939年11月20日没。66歳。息子の吉武、吉達は共に政治学者、東京大学法学部教授。ありがとうございます。